はい、皆さんこんにちは。今日はですね、これから外に行くね、機会が多くなると思うんですけど、そんな時にね、役に立つアイテムを紹介します。はい、というわけでね、夏になるとね、これからこうアウトドアが盛んになると思うんですけど、そんな時にね、一番厄介なね、虫対策についてお伝えしていこうと思います。キャンプとかね、釣りとかに行くと、夏場はですね、どうしてもこう蚊とかですね、場所によってはブヨとかいろんなものがね、集まってくる。特にキャンプなんかは電気をつけるんで、そこにね、寄ってくる虫が多いですよね。そんな時に僕が使っているものはこちらです。はい、ハッカ油ですね。これをね、数滴垂らして皮膚につけるとかね、そんなような、形で使うと虫が来なくなります。ではね、実際にその様子をちょっと作ってみようかなと思いますけど、まず用意するものがですね、これちょっとガラスじゃないんですけど、長期間保存する場合はですね、ガラスのボトルの方がいいと思います。溶けちゃうんでね、素材によってね、溶けるやつ溶けないやつがあるらしいんですけど、なるべくだったらガラスがいいですね。で、私の場合はだいたいこうその時使い切りになってしまうんで、あまりね、ボトルまでは詳しくは見てません。まあ100均で用意したものですね。あとは普通のお水、精製水を使う場合もありますけど、まあお水でいいのかなと思います。なのでまずこの2つとね、次にですね、これは使う方もいれば使わない方もいる、無水エタノールっていうやつですね。これはね、ちょっと植物性を今回ね、初めて買ってみました。これは正直なくてもいいです。ハッカ油っていうぐらいですから、油なんですよ。油なんで、ご存知の通り油と水はね、なかなか相反するものがあるんで、うまく溶けないんですね。それを少し溶かすのに、この無水エタノールっていうのを使います。ただこれ今回は 100ml なんですけど、 500ml のやつもね、結構高いんですよね。なのでまあ別に使わなくてもいいのかなと。でこちらのハッカ油の金額ですけど、今多分700円ぐらいかな。北海道のね、北見地方はハッカが有名です。でこうスプレーとかもね、売ってますけど1000円ぐらいするんで、まあ自分で作っちゃった方がいいかなと。まあ北見の人からね、怒られるかもしれませんけど、だいたいこう私の場合は作っちゃう。今回はね、肌に直接スプレーをするものですけど、あとはこう大きなね、霧吹きありますよね、あれも作っておきます。であれをテントの周りとかにね、自分のいる周りにこうシュッシュッシュッシュして、そうするとね、虫がなかなか近づきついてきません。虫の嫌いなね、匂いらしいです。ハッカもそうなんですけど、ラベンダーとかもいいようですよ。はい、ではね、早速作っていきましょう。まずこのね、無水エタノールを開けて、これはハッカ油が溶ける、うまくね、溶けるようにこの無水エタノールを入れるんで、それほどね、多くは必要ないと思います。でこれは 200ml のボトルなので、これぐらいですとね、ちょっと強力にしようと思うと20滴から30滴ぐらいこのまま入れちゃいます。だいたい30滴ぐらいかな、今のね。心の中で数えてました。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
もうちょっと遅いかなと思った。結構早かった。でこんな感じでね、これで大体こう溶けたと思います。こうやって見えないね。こんな感じかな。これにピント合わせてこんな感じでね、しっかり溶けてますね。でここに普通のね水道水、多分200ミリも入れるとちょっと薄くなると思うんで8分目ぐらいにしますね。8分目ぐらいにして入れていこうと思います。この辺の方がいいかな。はい、こんな感じでね終わります。こう見てみるとね、やっぱりこう水と油という感じでエタノールを入れたとしてもね、このくらいこう分離してしまってますね。でこれを入れて洗って、どうですかね、真っ白くなっちゃって見えないですね。これでもねやっぱりまだ分離してると思いますけど、まあ上の方とか見るとね結構分離してるかなと思いますが、これでも大丈夫です。あんまりね発火油を入れすぎるとダメですよっていうふうにね説明書の方にも書いてありますので、そこはね、初めはこう少なめで入れて肌にね塗ってテストをしてみてください。でこんな感じですね。カメラにかかるとねめんどくさい。よし、まあ今虫いないんですけどね、ちょっとやってみました。暑い時なんかはね、このミントの味が、ミントの匂いがですね、ミントが涼しくなるのかな、なんか涼しくなりますので、こんな感じでねまだ分離はしてますけど十分ね今、30滴ぐらい入れて、これをね持ち歩くっていう形になります。非常にね、私も使っていて非常にいい感じなんで、是非ともね、使ってみてください。こうテントのね網のところとかそういったところにもシュッ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 とこうかけてもねいいですし、だいたいこうメッシュのところにね虫が寄ってくるんで、そこをにかけておくとそこにねこう寄ってこないという風な形になります。あとでっかいやつではね、テントの周りを本当にこうくまなくすると虫が寄ってきづらくなるという形なんで、このね発火油700円か800円ぐらいでね、20ミリリットルかな。で、30滴ぐらいなんで、1回ね。結構使えますよ。まだまだ。これ、だいぶまだまだ残ってますんでね。本当に使えるものです。まあ、ぜひね、これを試してみてください。はい、というわけでね、今日はこの発火油を使った虫除けをね、ちょっと作ってみました。まあ、簡単に本当にできるんで、ぜひともチャレンジしてみてください。ただ、量が多いと、皮膚の炎症とかを起こしたりしますんで、その辺は、節度を守ってね、やってみてください。はい、それではまた、次の動画でお会いしましょう。それではまた。